球種しっかりパンチ打つときに振ったはいで、ビールありましたっけ。お疲れ様です。ナイスあれ、所さんの隠し話とかないですか。浮気は全く聞いたことないですね。あ、ないんじゃあいいじゃん。ただキャバクラは行ってますよ。でもそれも嫁さんも知ってますからね。あ、そうなんだ。昔テレビ行ってましたよ。キャバクラ行ってみんなにおごりたがると。あ、そういうところがある人なんだ、所さんって。で、この嫁さんはなんでそんな意地張るのみたいなことを、そんな払わないでいいじゃんみたいな。割り勘でいいじゃん。言ってたんですよね。まあそれぐらいしかね、そんな話しないね、所さん。いつから所さんと知り合いなんですか。所さんは10年前ぐらいじゃないですか。じゃああれだ、13、14年かな。K-1 で活躍した後か。K-1 つうかまあヒーローズで。あ、そうヒーローズだったと思います。いやすでに有名人だったわけね。そうです。なるほどなるほど。そう。で俺がさ初めて埼玉スーパーアリーナに格闘技見に行ったのは所さんの招待でチケットも。雷神ですかそれともドリームですか。わかんない。いや、わかるでしょ。雷神かドリームかわかるでしょ。雷神なかったと思うけどな。だって10年以上前ですよ。あ、ドリームだ。ドリームだね。所さん基本いい人なんですかそれともやばいですかあの人。いい人っていうか何でもいい人。タイミングが合えば何でもいい人。よくわかんない表現だな。俺が思うにはタイミングが合えば何でもいい人。まあ僕は乃木さんのつながりがあるんで、悪い人じゃないっていうかその変な風にはしないだろうなっていう信頼はあると思います。ただそこで一緒に撮影できるその、まあ、単純な時間の問題ですよね。スケジュールとかね。あの人も忙しいと思う。そうかまだ現役だしな。すごいですよね今44とか。すごいよな。44で現役はすごいな。俺多分知り合ったの31歳ぐらいです。そうあの人が毎回際合宿行って際その時にサインくださいって言うから、あの人年によってサインの数字変わるんですよ。31、32、33って年のあれを変えてくるからあれ所さんこの間と違いませんみたいな。いやこれあの年自分の年にちなんでやろうかなって江藤さんモノマネうまいですよね。いやわかんない。いや所さんのモノマネもすごいうまいと思います。本当ですか。いやだってあれですよそのままそう言ってましたもん。いやまあそんな感じ。なんかねはいが多いのよ。はい何も言ってないのにはい言ってくるから。俺でもねわかるんですよその。年下だろうが年上だろうがとりあえず敬語つけて喋っときゃいいやっていうなんだろうな面倒くさくないこっちがっていうあそうすぐ分かる。所さんの気持ち分かるでしょ。本来ならば使い分けるの方がいいのかもしれないけどもう面倒くせえみたいな。まあ俺はそれは分かんないね。俺はそれはそこまで気がつかない。俺逆に年下なら結構普通に喋りたい人だから。それはだってそうじゃん。年下で逆にね俺より所さんの知名度もあるしすごい人だし、その人に敬語使われたらもう逆に恐縮しちゃってそう話できなくなっちゃう。ああなるほどね。逆の立場で考えるとってのあるよね。そうです。だから俺は所さんとはもうすごいねプライベートに近いところまでね長い時間があったからそう思えてますけど、それがね全然会えない人だったらそういう話できないです。